おはようございます。スキニーチューブタバサバです。本日は急遽回しております。はい、こちら、テレビ塔車、はい、こんな感じでやってますね。あ、見たことあるブースが一軒あるんで行ってみたいと思います。おはようございます。おはようございます。スキニーチューバータバサバとブーちゃんです。というわけで、はい、本日はここで何しましょう。私が働いている一章のイベント初出店、はいはい、こちらでテレビ塔車で、はい、今日から5日間、はいはい、海鮮串だとかおでんとか、はい、日本酒もいっぱい売ります。ああ、なるほど、はい、美味しそうですね。めちゃめちゃうまいですよ、はい、ちなみに今日打ち合わせないです。はい、本当に今びっくりしました。さっき一瞬インスタのライブ 見たなっていう通知が来たから、あ、もしかしてとは思いましたけど、うん、ないわけないじゃないですか。いや、ありがとうございます。ね、今ちょっとねテレビの取材とかも今日、はい、生放送でやるあるんで、はい、はい、その取材とかも受けてるんで、はい、じゃあ楽しみにしますので、よろしくお願いします。はい、またお待ちしておりますよ。おでんでございます。おでんでしょ。おでんです。めちゃめちゃ美味しい。これが仕上がりですね。これちょっと珍しいけどペコロス入ってます。ペコロス。ちっちゃい玉ねぎ。あ、めちゃめちゃ甘くて美味しくないです。なるほど、隠し味があるんですね。はい、カニ汁もあるんで、あ、はい、はい、カニ汁も面白かったら見に行ってください。はい、お疲れ様でした。代表でした。代表でした。いや、いや、もうね、ボロボロでございます。じゃあ、お待ちしまーす。クラスでこちらもお使いください。はい、何を使いますか。蔵囲い完熟、北の錦の扱いにぴったりのお酒です。あ、はい、ありがとうございます。ぜひ、お楽しみください。ありがとうございます。